されて、はい、どうぞ。皆様おはようございます。山口さん、今日の方、昨夜よく眠れましたか？睡不着的请举手。眠れなかった方、手を挙げてください。おっしゃってた。いや、よかったです。今天晚上哈，因为今天钢琴赶工，所以今天晚上要到基隆夜市。いや、この2日間ね、昨日、一昨日こっちにいらっしゃって、ちょっとまあ、大変つらかったでしょう。今晩はね、ちょっと気分の方の、夜町かな、夜市へ、ちょっとみんな行きましょう。好像反应都不好、是不是不要去？あまり喜んでないみたいな、もう行かないですか？ブラブラで行きますね、ブラブラ。因为夜市的那个食物哈，不一定讲大家拢习惯的哈，所以，比方说像西江瓜哈，我们这里先准备一点东西，好大家先吃。啊，卖假新鲜的，也准备假它这还可以。那有一期の食べ物は多分多少違和感あるかもしれないけど、こちらを。出発する前にまず、まあ、4時頃かな、みんな、まあ、少し食べまして、それから出発しますと。あまりね、たくさん食べないでください。たくさん入れたらね、一体何も食べたくないでしょう。家里面小麦粉は、日本で修練、非常に枯燥無味。いや今日 のレッスンは多分、まあ、つまらないかもしれないけどね、日本の憲法の改正のことです。一点干嘛紧急？我那在台湾人吼，日本台湾人去介上这个日本的修改的问题。いやみんなはね、まあ、台湾ではそういう日本憲法改正のことをここでみんなディスカッションしてることをね、みんなおかしいじゃないかな、そう思わず、まあ、みんなにそういうふうに思われてるかもしれないけど。我被江某在笑呢，吼，啊，怎样日本人请你吃就好嘛。いや、今ここに今来てる方々、若者、日本の憲法を知ってる人は手を挙げてください。怎样讲吼？怎样讲？日本遐人甲伊个人诶，甲伊个人诶，迄个关系到底是啥物事？いや、日本の憲法もちろん難しいかもしれないけど、でも自分とどのぐらい関わってるか、それを知ってる人は手を挙げてください。あ、そう、はい。いや、二三名ぐらいですね。其实、很多是日本人，不错日本人，甲很多是日本台湾人，诶情况拢同款。まあ、現在の日本の方々と我々台湾の人々とやっぱり同じです。現在日本人の憲法是美国人改修的、まあ、現在日本で使っている憲法はアメリカに改正されました、まあ、要するに修正されたものです。一礼拜の修正、まあ、1週間だけでも修正されました。国権は一番日本の憲法を修改以来は对日本人没适用、没适合。まあ、したがって一週間だけで修正されたものは、まあ、日本人にとって、まあ、慣れてないんじゃないかと思っています。台湾人很熟悉的宪法是中国宪法。現在台湾で使っている憲法は中国、要するに中華民国の憲法でございます。中華民国宪法で竟然无台湾这个土地之内で。まあ中華民国の憲法の中には要するに台湾のことも含まれていません。今台湾人は可能竟然是在那个宪法无那个宪法包括台湾之内的宪法内的你信吗？いや台湾人は非常にかわいそうですよ。
あの中華民国の憲法を台湾に持ってきて、いや台湾の中、台湾のことも何も入ってない、要するに含まれてない憲法、それを使っています。因为中华民国宪法的第四条，まあ、あの中華民国の憲法の第四条に規定讲，那阵迄个土地要改变的时候，要经过国民大会通过。いや、もしね、土地をあの変更しようと、そういう場合には必ず国民大会を、の通じないともいけないです。但是，自1945年到现主席为止，伊中华民国宪法拢无修改。まあ、1945年から今までの中華民国の憲法は全然あの修正されていません。我意思是讲第四条拢无改变。第四条全然あの変わってないです。这是表示讲台湾这块土地无伫中华民国宪法内底。まあ従って。台湾のこの領地、領土はあの中華民国の憲法の中に、まあ、要するに含まれてない、入ってないことです。这是表示讲台湾人生活在那个虚无缥缈的宪法里面，假宪法里面。いや、したがって台湾人、台湾の人々はそういうね、あの嘘の憲法の中、なんかで生活しています。啊，所以你就知影讲台湾人很重视的思维这个。所谓的宪法的啊，这个保障啊，根本都无，变作是保障因中国人，但是台湾人来犯罪的时阵哈，一定会受到严厉的制裁。啊，したがってね、台湾人はね、あの要するに憲法からの保障は何もありません。ただ中国人はあの保障されてます、保護されてます。因会记得咱们这个总理甲因上回有讲，犯同款的罪，中国人无罪，但是台湾人有罪。昨日ね、あの総理の授業がありましたが、まあ、同じ罪 の、 あのもう方々、ね、の人、中国人の場合は何も、あり、な、何も、あの、何も、あの、何、罰され、罪がないと、台湾人の場合も罪に、まあ、重罪、重い罪になるかもしれない。今、日本の話に変わります。台湾現主席那照这个法律上，台湾的宪法就是民主宪法。まああの台湾現在本当は台湾現在のあの憲法はね明治憲法です。这是1945年的四月七日日本天皇公布。それは1945年4月1日に日本の天皇陛下があの、発布されたものです。日本現主席的憲法、照道理来讲，跟台湾应该一模一样。まあ従って現在日本で使っている憲法は台湾との憲法は同じはずです。但是的宪法以后，修宪的波茨坦宣言，因为今天大日本帝国再度恢复。まあ、戦後あのポツダム宣言はね、日本元あの回復する昔のあの軍国主義に回復する、それをあの恐れてますから。这些同盟国啊，对大日本帝国这些土地啊，因有一个叫做分配占领，分配占领。それはね、あの米軍の同盟国は日本に対するあの分配占領というがありました。北方四岛是苏联占领。いや、北方領土は現在はあのロシア、ソ連が占領してます。但是这个北海道、本州、四国和九州啊，啊，这个部分呢，由美军来占领。まあ現在あの北海道、本州、四国、九州は現在はアメリカの占領です。这独岛啊，是美国想讲放给韩国来占领。で、あの竹島はそれアメリカあのわざと故意と、韓国にあの占領させてます。はい。これ琉球是叫古今双和平条第三条和联合国特管都要交予美国主管。それあの琉球ですね。あの沖縄は、です。沖縄はね。在那个《古今双和平条约》第三条啊，是交予联合国托管，啊，联合国交予美国托管。
沖縄琉球はあのサンフランシスコの 中の第三条で国連国に委託すると委託それから、国連のアメリカに委託します。实际上在这个罗贝尔恩本是美国国会战争方将琉球交给联合国托管。まあ、アメリカはね、沖縄を、国連に委託することはあまり賛成しません。主要原因就是因为1945年4月初一这个叫做美军来攻打、这个攻占这个琉球。まあ、なぜかというと、1945年あのアメリカは、4月1日1945年の4月1日アメリカはアメリカはあの沖縄を占領しました。所以在这国際法的内底啊，美军对琉球有占领权。まあそういうあの国際法を言えば、アメリカはあの琉球、沖縄を占領する権利を持っています。所以我が看这个秘密档案内底讲，美国不爱将琉球交予联合国托管。じゃああの林さんはあのその秘密あのファイルから、こういうことを分かりますか。要するに、沖縄を国連にあの委託することは委託 したくないです。何らかしこう何かコピーコン琉球市人事案交予連絡突破でするのは琉球へ来たりかもわと弁当日本に通って。いやもしねあの沖縄を国連に委託したらば、じゃあ今日はねもう多分もう日本の領土に、なってないじゃないですか。就是因为美国的坚持，啊，美国坚持主要是日本天皇下一路片，我这里叫做，麦克阿瑟。いやそれはあのアメリカそういうことあの沖縄のことをもちろんあの北東のことを堅持してますから。で、日本の天皇陛下があのマッカーサーに手紙を書きましたので、そういうことがありました。所以这里哈，在这个历史里底哈，对琉球的地位的改变啊，占真大的因素。いやそういうことがあって天皇陛下があのマカサに手紙を書いたので、だからそれあの沖縄の運命だいぶ変わりました。そこはだな点で思う、我個人点で思う、只要日本天皇が下篇をマカサ讲，讲了做希望这个台湾哦，啊，好可以直接来见面。で、あのまあ林さんはよく、まあなぜ。あの天皇陛下がまだアメリカにそういうこのようにあの沖縄のようにねあの手紙出さないですか。もし出したら、まあ、台湾はやっぱりまた日本のように日本に持ってしまう、かよ日本の領地に通うになるんじゃないかなと思います。この関係は1945年4月初日本天皇の詔書。それはあの1945年の4月の天皇陛下の詔書の頒布によって決めたことです。因为1945年4月7日和1945年的8月15日日本天皇宣布无条件投降，两个相近四个半月。まあ1945年的4月1日、と、1945年的8月、15日ただあの4ヶ月の、4ヶ月違います。4ヶ月半ぐらい。啊，这个日本天皇宣布投降，时间真短，所以台湾这个土地性质已经改变了。いや、それはあの天皇陛下が要するに、無条件投降とあの宣言しましたが、それでだいぶ変わりました。这内底有1943年的12月初三的开罗宣言。对。1943年の、开罗宣言もあります。1943年。那个开罗宣言，在1945年四月，这个中间要过差不多两年的时间啊。呀，1943年から1945年まで大体はあの2年のぐらいの時間があります。因为在1943年开罗宣言的时阵，台湾要过是日本的殖民地。呀，1943年の時、台湾はまだあの日本のあの領有のあの所有。領領だったんです。植民地だったんです。いや植民地だったんですね。因为罗贝尔这个开罗宣言以后啊，这里叫做杜勒，这个美国、英国跟这个中国啊，
您认为讲台湾这块土地爱心和中华民国？まあ1900それはあの海道宣言で本当は、台湾を、中国に返還するそういうこと最初はそうあったんです。そう決めたんです。所以这个三年来对呀，这个台湾的地位发生真大的改变。いやただ3年間の中で台湾の運命はだいぶ変わりました。因为当年之前你在国金开罗宣言的时阵啊，蒋介石有向美国和英国表示。いやその、回廊宣言をサインした時、蒋介石はアメリカに英国にあのそういうことを、表しました。中国伊表示讲，战后伊绝对袂去侵略伊周边的国家。いや中国はね戦後は必ずあの周辺の国に侵略 しません。因为伊袂去侵略其他的国家，所以就要求这美国和英国爱遵照开罗宣言。いやあの、邻国に侵略しませんから、中国からあのアメリカかあのイギリスにそういうことを必ずあの守ってくださいとあの要求しました。私講起来是毛泽東救了的台湾。いやそれはね本当に毛沢東があの台湾を救ったんです。因为1950年的危机哦，嘛1950年5月25日，这个毛泽东啊，哎，汉奸爆发，韩国先那那危机哦，6月25日，啊，韩奸爆发，韩国朝鲜战争が始まったんです。那危机是杜鲁门散播，所以啊，那。ドルモンが6月27日あのドルモンが、宣言しました。台湾の地位は未定。台湾の地位また未定です。台湾の地位は等が太平洋地区和平以後は決めたことで。まあ、それね、あの台湾の運命はあの太平洋地区は、台湾の位置づくはまだ決まってないです。平和の時に太平洋地区の平和の時に決めますと、それは这是六月二七，あと同時宣布第七艦隊啊開始巡航台湾海峡。それが6月27日、それからあの、第七艦隊を、海峡を、パトロールすること。以前台湾海峡巡航。台湾海峡をあのパトロールすること。因为六月二五反戦爆发。6月25日あの朝鮮戦争が始まった。それ一時がちで去年に第12回時準な。いやその年のあの、年末まで12月まで。周恩来宣布美国侵略台湾、台湾是中国一部分。その時あの周恩来ご存知ですね。あの中国の周恩来が要するにアメリカがあの台湾を侵略すると周恩来がそういうふうにあの言いました。当時向連合国提出告訴で国連にあの告訴を提出しました。それで連合国定公民討論するので、いやそあの国連はこういうことについてあの討論します、検討します。それで周恩来是当然派一个高位人的代表团，由吴修全代表回去美国参加联合国。まあ、その時にあの周恩来はあの、中国から7人 の, あの派遣してアメリカへ9人の派遣してアメリカへ行きました。他主要是要討論說他的提案美国侵略台湾、台湾是中国一部分。アメリカへ行って、あの、要するに台湾のアメリカがあの、台湾を侵略することとあの言われまして、周恩来に言われまして、そのことについてアメリカであの、検討します。実は連絡国が周恩来提出一個要求、アメリカ、国連の周恩来に対して一つの 要求をしました。就是要他證明台湾是中国一部分。いや、どういう要求かというと、台湾は中国の一部分の証明をあのくださいと。一直到今日为止，まあ今日まで、中国一直特别出来讲台湾是中国一部分。今日まであの中国から台湾は
あの自国の一つ、あの要するに国土の一つはの証明はちょっと、まあ、まだ出してないです。それで、まあ、この一年以前以後は、中国比較人建国的時候、都用钱、金钱啊，说服诶较细的国家来承认讲台湾是中国一部分。じゃあ、中国はね、いつもあのお金を出して、要するに小さい国に、要するに、お金を、送って、そしてあの、承認してもらうと。但是较大、较强的国家，拢无得插伊这个要求。いや、もっと大きい国ね、でっかい国の場合は、やっぱり中国のやり方はあんまり、相手にしないです。因为安尼的时阵啊，所以这个做中国到今日为止啊，一直无多。但是这个加拿大真出名。呀，したがって中国の今日まで、あの台湾は、中国の一部分の証明は今までまだ、まあ、出せないです。但是加拿大哈、啊，这个国家啊，提出一个声明，真有意思。呀，加拿大からね、一つの声明は非常に面白い声明があります。伊讲。台湾是不是中国的一部分？伊唔知影，但是伊声明讲台湾不是加拿大的一部分。就是呢，あの台湾は、中国の一部分ですかと、まあ加拿大は、まあ加拿大は、私には分からないです。まあ台湾の私、加拿大の一部分じゃないです。それは私は知ってます。所以伊咪唔是加拿大，所以加拿大未当声明讲，加拿台湾是中国的一部分。いや、カナダは、もちろん台湾はカナダの一部分じゃないですから、したがって台湾に対する台湾は中国のものですかと、あのカナダも、あのカナダもやっぱり、言い切れないです、証明できないです。それ一直が、最近、最近3年以前、中国は台湾は台湾は中国神圣不可分割的一部分。いや、今、3年前、とね、中国よく、あの台湾は中国の一部分とよく主張していました。但是诺贝尔这个战争法开始，伫这个做，咱台湾开始发表这个战争法之后啊，中国嘛开始研究战争法。じゃあ台湾ね、あのその戦争法を発表してから、その後あの中国も、その戦争法を研究し始めました。因为战争法咧足清楚诶，即台湾咧地位非常诶清楚啊，啊，所以即中国吼，啊，伊诶战争法咧专家嘛去研究诶结果讲，台湾甲中国情理法三拢无关诶。戦争法で、あの台湾の地位はね非常にあの明らかになってますから、で中国があのもちろんあのそれについて研究してますから、まあ従ってね。あの上、利と法、三つともやっぱり、中国のものじゃないですと。台湾は中国の一部分ではありません。所以今中国一改变，一般讲吼，台湾是中国的核心利益 （core interest）。一般改用核心利益。あの中国の態度も変わりました。ね、あの台湾は中国の一部分の主張はもう最近も、言わなくなったです。いや最近は、台湾は中国にとって一つの、核心利益と、そういう主張変わりました。あ最近对台湾人いろんな贵気公あと台湾同胞。いや過去はあの中国が台湾同胞とよく言われました。但是現在說台灣人民，最近は台灣人民とあの変わりました。所以有真多人你看報紙都不要看。まあたくさんの方々はまあ新聞を読んでもあのちょっとね、意味とか内容をよく理解していません。同胞的意思是说改革派是確確實實一中国人。まあ同胞というのは要するに同じ中国人同士の場合はそれは同胞を言ってもおかしくないと。但是讲人民，就是讲另外一个国家的人。嘛，人民の言えば、要するに違う国の人です。啊，就像中国比讲日本同胞，讲日本人民。中国からあの日本同胞とは言わないです。同じ日本人民です。所以为这个所在，咱看出，即摆中国的态度已经改变。まあ、それいろんなあの
のことをから見て、あの、中国が態度が変わったことを分かりました。那这么多都在这里一九啊一九五五年的那个改革。さっきの話に戻って、まあ、1950年あの国連のことに戻ります。因为这个国家周恩来把那个吴秀莲要求讲，也提出证明讲，台湾是中国一部分。まあ、国連から周恩来に台湾は中国の一部分の証明を出してくださいと要求しました。一直到今日为止。まあ、今日まで。中国一直提不出来。今日まで中国はそういう証明全然もう出せません。我想以後は今提不出来。いや、まあ、今日まででなく、まあ、永遠将来も出せないじゃないですか。私がそう思っています。所以呢，以那个案子来讲，不通过。したがって周恩来はアメリカ国連に対するの訴え告訴はやっぱり、できなかったです。但是这个时候，美国伊万向联合国提出一个提案。いや、その時はアメリカは国連に対する一つの案を提出しました。伊讲中国侵略朝鲜。中国は朝鮮を侵略しました。这个案联合国通过。いや、その案は国連で採択されました。所以国民には一定たとえへで回路宣言。いや、さっき の回路宣言のこと。回路宣言是中国敢答应讲，伊袂当侵略，伊来做其他国家。まあ、回路宣言で中国がその隣国に侵略することはしないと、そういう約束がありました。あ、で、中国人同意讲中国侵略朝鲜。まあ、そうだけれども、やっぱり中国がそういう、まあ、侵略できなかった、やっぱり朝鮮に侵略しました。所以美国絕對有權利講伊不會履行開羅宣言的內容。まあ、したがって中国はね、そういう、まあ、約束は破ったですからね。だから開羅宣言のことは、まあ、要するに、その通りにしませんと。但是美国人伊對這個議論不愛發表。まあ、アメリカはそのことについてやっぱり発表しないです。但是总之秘密档案搞好不好？那その秘密のファイルは林さんに渡しました。所以真清楚就是讲，也是美国无必将台湾交予中华民国的原因，是这个海螺宣言，就那个中国没有履行海螺宣言以东西的承诺。じゃあね、なぜアメリカが台湾を中華民国に要するに。渡さないですかと。台湾の中華民国に渡さないと。一つの原因はやっぱり回廊宣言での約束は守らなかったです。所以这个回廊宣言呢，并不是讲因为无签字，所以无遵守。いや、回廊宣言はただサインしなかったそういう原因ではないです。所以不是讲所谓的宣言的 declaration。まあ、宣言というのはDecoration という、はい。Decoration の意思で、かなり一種主張、一種クレーム。まあ、Decoration は一つの主張です。所以这个主張呢，并不是一个法律上的約束。まあ、主張はね、約束、主張ということは、法律に、要するに適しませんでした。所以这个根据战争法来，战争法国际法人爱真注意这个所用的这个字啊，甲伊个政治上的运用。いや、国際法と戦争法を研究してる人は、まずそういうね、使ってる言葉はね、ボケビュアリーね、やっぱり注意しないといけないです。所以因为安尼个关系啊，这个中国甲台湾啊，迄个关系特别说已经完全叫伊撤掉。したがって台湾と中国のそういう関係はまあもうはっきり言っても、で国際双方面では第一条目、サンフランシスコの和平条約の第一条の B、で B だけ言い込む、日本天皇の管理啊、对国家国事啊、国家的管理已经交予由人民所组成的政府。
サンフランシスコ講和条約の、第一条の B、その権利を、日本天皇陛下の権利は全ては日本の政府に、渡しました。人民尊重しに進歩、まあ、人民が組成されている政府に渡しました。当然这个事情是因为这个头前有一个麦克阿瑟修改一本的宪法。いや、なぜこういうことがあるというかと、マッカーサーが日本の憲法を、変えたです。所以这番很主席日本这个安倍晋三的总理一直想要修改宪法。まあ、現在 の安倍晋三首相がその日本の憲法の改正しようとしています。一股可能修了会完成，他可能会修的修，会当会当完成伊的伊的希望呢。まあ多分、安倍さんの、思う通りにいけると思います。但是伊要脱离这个旧金山和平条第一条 B 的控制。サンフランシスコ、講和条約第一条から抜け出すことはできるかどうか。我个人的看法，いや、林さんの、個人の見方。日本一定要利用台湾。まあ、日本は必ず台湾と手を合わせないといけないと。因为日本的宪法在台湾实施，这个宪法并无废止。まあ、日本が台湾で民主宪法ので使ってる昔で使ってた明治憲法は。それ今までまだ廃止されてません。台湾で日本の総督府的官制が不存在。まあ日本の昔の総督府の官制は現在でも生きています。所以日本要脱离旧金山和平条约约束，一定要利用台湾。まあ日本はそのサンフランシスコ講和条約を、脱却しようと思ったら必ず台湾のこれを利用しないと、さっき申し上げたことを利用しないともいけないです。我的看法就是美国确确实实要利用这个观点。じゃあ、リーさんからね、アメリカは、そういうふうにね、させるじゃないかな、そう、リーさんはそういうふうに思っています。中国、这个美国在这三四十年来，这没想到讲中国的这个经济发展会变得这么紧。いや、アメリカはね、非常に思いつかないですが、中国の経済こんなに急ピッチな発展ができることは本当に考えられないです。但是中国本身隐藏的危机嘛，非常的多。まあ経済は非常に急ピッチな成長があるけれども、でも中では非常にまあ危機ですね。要するに見られていることは非常に多いです。中国我估計的伊人民的迄个啊，做收入啊，4000块左右。在美金的时阵啊，因内底就发生变化。呀，中国で、多分ね、人民の収入は平均で、4000年ぐらいの US ドルの時、もしその収入のその時になったら必ず大きな変化が出るじゃないか、そう思っています。今是かな千几块呢？まあ今は大体千何本かな、収入平均で。我相信你这个两三年、三四年来，对达到4000块钱。いや、この二三年、三四年のこの間必ず4000年になると見込まれています。以全世界经济的迄个国家吼，甲看，那差不多甲4000块吼，迄个国家的这个政治的制度各方面拢会发生真大的变化。那世界呢，各国から見ますと、大体ね。US ドル大体4000年ぐらいになったら収入必ず大きな変化が出ます。今また日本の話に戻ります。今北方領土は現在はソ連が占領しています。まあ占領の時日本いつも返還してくれと日本からよく要求しました。ソ連对这个事业作为处理方式也是因为是合乎国际法，也违反国际法，违反国际法。
いや、それのはね、もちろんあの国際法に違反しています。伊当时迄个死岛占领的时候呢，伊内内底人一万六千个，然后日本人拢用船来载等于困住。いや、その時はね、あの占領した当時は、あのそのよくその島に住んでる1万6千人をあの船に船に乗せて、で本州に変装しました。いや、双方は無人島で占領。まあ、その後はそのそれは無人島と宣言しました。但是日本有抗議。まあ、日本はそのことに対して抗議しましたが。我相信日本人一定会会记得一个代志，就是日治国初年的时阵啊，这个苏联啊有讲哦，啊无四十度乘以能量，安尼好唔？まあ日本人多分あの知ってる日本の方々多分知ってるじゃないかな、聞いたことがあるじゃないかなと思います。去年はね、あのその四つの島でもソ連からね、じゃ二つあの返してあげようとそういうあの話も出ました。伫这个代志的发生的前差不多一年半。いや、そのことの発生の1年半前に、ソ連で一個情報的那個記者派兩個人來跟我見面。いや、ソ連からね、2人の記者を台湾にあの林さんも会いに来ました。我理解中間電話的代誌。那林さんはその2人のソ連の記者に対してのあの戦争法のことを話しました。我說你這個電話的來電啊，這樣也沒到一轉主管。まあ、戦争法では、あの占領だけれども占領はあのその主権の利点はできません。あ、所以你占这个苏联你占这四个岛早晚爱还我一半。まあ、従ってあの遅かれ早かれはあのソ連はこの4つの島を日本へ返還あのしなければいけないです。我当初有讲到那个叫做加沙走廊。ね、还是加沙走廊迄个啊，做以色列，不，加沙走廊是上迄个啊，做叙利亚，不是，做埃及啦，埃及加沙走廊，埃及加沙走廊，埃及，加沙，第六次战争，中东也有，以色列，以色列边啊。イスラエルのそのえガサ地区ね、そうガサ地区の。加沙走廊第六次战争以后啊，以色列去占领。その六日戦争以降は、あのイスラエルはガサ地区を占領しました。但是三十八年啊，まあ三十何年後、要するに現在。国際上要求以色列要撤退。国際からあのイスラエルに対しての撤去するようにと要求しました。虽然伊家刷真济，啊，做以色列人入来滴。まあ、あの、イスラエル人がたくさんあのそのガサ地区にあの入ったけれども入居したけれども。你甲看哈，加沙走廊内底伊迄个迄当阵以色列占领的情况，有土地，有人民，有国家。有外交官。いや、あのガサ地区はね、人民もあって、土地もあって、外交権もありまして、それ政府、政府もあります。あれに関して国家。それは一つの国と認められるじゃないですか。台湾完全全員共犯。まあ、台湾とあの同じ状況です。台湾有土地。台湾は土地があって、有人民、人民もあって、有政府、政府もあります。有外交官。外交権もあります。あれかもしれない。それは政府と認められますか？你是目睭看的，敢那政府，实际上不是。じゃあちょっとただ目だけで見ると、あ、一つの国家に見えるけれども、実際は国家じゃないです。所以台湾这个土地的经营，甲伊共款，甲北方四岛的地位的经营共款。いや、現在台湾の現状はガサ地区とあと北方領土と全く同じです。差不多三個月以前，我有看一個新聞。まあ三ヶ月前にあの一つの新聞の記事を見ました。日本要求蘇聯將北方四島返還日本。まあ日本があの蘇聯に対してあの北方領土をあの返還してくださいと要求しました。あ、蘇聯の回答し。でアメリカあのソ連の返答は北方四島不是日本的。
北方領土は日本のものじゃないです。为什么？いや、なぜですか？为什么说呢？你说北方四岛不是日本的土地？いや、なぜそう、ソ連はそういうふうに、ソ連にそういうふうに言われたんですか？なぜ？这个看起来的日本的宪法。それは日本の憲法と要するに、関わってます。日本的宪法叫麦克阿瑟的修改一样。で、日本の憲法はマッカーサーに変えたんです。変えられたんです。表面でしょ。日本は不是日本。まあ表面から見ますと日本は日本です。但一宪法的目睭来看。まあただ憲法の面から見ますと。刚刚清楚一个新的日本政府已经完成。まあ新しい日本の国ができました。原来大日本帝国是不同款。まあ元の大日本帝国は全く違います。所以ソ連一回答说哈，北方四岛不是你日本的。まあ従ってソ連からね、で北方領土は日本のものじゃないです。不奇怪。いやちょっとおかしいです。不奇怪。ちょっと一つも おかしくないです。因为法律上啊，北方四岛是属日本天皇。いや法律上は北方領土は日本の天皇陛下のものです。不是今日本政府的。まあ現在の日本の政府のものではありません。所以日本政府当然特別だ。まあ従って日本政府はソ連に対して、まあ、返してくださいと要求してもなかなか返してくれないです。所以一番なんソ連やめこん。いやまあソ連はそういうふうに言われてます。其实这里是台湾民政府、台湾政委张树民。いや、この時は台湾台湾政府は、ちょっと手助け、台湾民政府は手助けの時です。なんかソ連要求说你要还给我。ソ連に対して、じゃあ台湾に返してくださいと、返せと。因为台湾要不是日本天皇也开始的土地。なぜかというと、台湾現在でも、今でも、天皇陛下の、所有もの、土地です。因为不吉川和平条約管理。まあ、サンフランシスコ講和条約の関係で。所以这里说，现在这个日本天皇也管理阿平干部来到台湾。日本、天皇陛下の権利まだ台湾に、来てないです。因为我最近有跟美国的国防部的地方去讨论。最近はリンさんとアメリカの、国防省とちょっと シンクタンク、アメリカの国防省のシンクタンクと、今最近ちょっと話し合いしてます。我相信美国也多分来帮忙日本で帮忙台湾。アメリカから日本と台湾の要するに、助けることはできると、林さんはそう思っています。所以最近你也看到这日本的这个政治方面的改变非常的多。最近は日本で の政治のことは だいぶ変わっています。这个台湾民政府啊，在近两三哎，在差不多六七年来，这也改变蛮非常的多。まあ、したがってこの6、7年は台湾政府もだいぶ変わっています。林秋峰这个改变当时偶然之间发生的。いや、この変化はただ偶然じゃないです。我认为说这不是偶然发生，这是完全美国的后面的策动。いや、偶然じゃないと思います。それはアメリカは裏で多分コントロールしてるじゃないか、そう思っています。因为杜冷清控制你怎会是控制美国以后？2006年10月24日にアメリカを国葬打たれてから、その後差不多半年以后嘛，美国开始这里啊，做国防部开始跟他这边咯。いや、その後半年以降はアメリカの 国防省から、台湾民政府と、連絡するようになったんです。提供真多真多迄个做以前的机密档案。いや、たくさんたくさんの以前のはちょっと披露されてない、されなかった資料をちょっと渡されました。虽然美国伊拢无贡献。
いや、アメリカは何も言わなかったけれども、日本が研究ができません。いや、資料を渡して、まあ、自分で研究 しなさいと。アメリカもたくさんの、要するにね、あの、我々ターミニスの、まあ、協力してます、協力して くれています。一つの簡単の例をとしてあげます。アメリカの国務委員は一つの声明を出しました。恐怖組織要符合三个条件。あの、テロ組織は、あの、三つの条件に、あの、満たすべきです。で、不是一个国家、まあ、一つの国と承認されていないこと。中華民国不是一个国家、まあ、中華民国は一つの国ではありません。で、这个组织有武器。第二は、あの、この組織にあの武器を持っています。你知道台湾关联法给中华民国买武器，但是我台湾人的代志。いや、台湾関係法というものは、あの、もちろん、アメリカから武器、アメリカから、あの、台湾に武器を提供して、中華民国に武器を提供してますが、台湾人で、我々台湾人がお金を出してます。それ中華民国有武器、まあ、したがって中華民国には武器を持っています。第三、这个组织是当地的精兵。第三は、あの、この組織は、あの、現地で、あの、徴兵されています。台湾人没带武器、中华民国占领以后去替中华民国做兵。いや、台湾の、ね、あの、中華民国に占領されたから、されてから、みんな、あの、男の子はみんな、あの、徴役されて、朝鮮民軍隊に行きます。第二次世界大戦上尾の時、1943年開始、まあ、第二次世界戦争、ね、ちょっと、まあ、終わり頃、1943年の時、美国轰炸台湾、あの、アメリカの、台湾に来て爆撃しました。第二次世界、美国是关台湾人的敌人。いや、その時アメリカは我々台湾人 あの、敵人だったんです。因为美国是日本的敌人。アメリカは、あの、日本人の敵人だったんです。美国か中華民国是同盟国。で、アメリカと中華民国は同盟国でした。あ、今日台湾人接触中華民国的兵。いや、台湾人はみんな、あの、要するに徴兵制があって、ちょっと軍役に行って、あの、中華民国の軍隊になっ た。中华民国嘛是台湾人的敌人啊。で、中华民国もちろん我々台湾人の敵人じゃないですか。啊，你别干嘛真奇怪，台湾人干嘛真奇怪，是啊呐，爱去做中华民国的兵。いや、非常におかしいです。なぜ我々台湾人は、あの、中华民国の軍隊、あの、まあ、の軍隊に行かなければならないですか。所以真贵真贵这个代志，做兵的代，我甲美国抗议几啊摆。いや、この軍隊のことについて、林さんは、あの、アメリカに対して何回も抗議しました。所以四年前馬英九さんと、まあ、4年前、あの、馬英九現代の大統領がこのことを、あの、宣言しました。台湾人不免徴兵。台湾人は軍隊行かなければならない、もう軍隊行かなくてもいいです。但是这个时候台湾人不要想。まあ、現在の台湾人まだ気づいてないです。中国一千粒的飛彈去向台湾、啊，台湾不免徴兵，啊，不免投降吗？いや、現在はね、中国からね、あの、大体1000本 あのミサイルを台湾に照準してます。なぜ台湾人は軍隊、まあ、行かなくてもいいですかと。あ、台湾は仲間だわな。いや、台湾人まだ、あの、投降、倒産、降参してないです。其实不是这个代志だ。いや、実はそういう意味で、実はそういうことではなく、因为美国是占领国、アメリカは現在は台湾の占領国家であります。いや、不適台湾の安全、台湾の安全のことはやっぱり責任を負わないといけないと。それは、リアは1996年の、ね、那個、飛弾危機、美国派2架航空母艦で台湾投下、台湾被攻掉。まあ、1996年 あのミサイル の危機があったんですね。で、アメリカはすぐに、あの、2隻 あの航空母艦を、台湾の一番南と北の方に、あの、台湾海峡に、あの、来させました。こっちで中国用的飛弾来被是空包弹。
ゃあ中国で使ってるあのミサイルは多分中もあの弾薬も入ってるのも空っぽじゃないですか。いかってね、いい大体是没有放。確実にあの空っぽです。知らないじゃんは没有放爆弹。なぜあのその空っぽミサイルを使っていますか？因为一旦用实弹的时候呢，就是变作侵略，变作渐进。じゃあ、 あのね、もし実弾を使ったらば、あの一つの侵略の行為に認められます。所以，这个世界国际上啊，有真多变化，老百姓伫这个普通生活里底啊，拢唔知伊真正的情形。じゃあ、 あの国際で世界で非常に大きな変化がありますが、でも普通の我々の国民とは人民は多分もう感じてないです。じゃあ、なんか国民はいいや。我々アメリカに対して国葬した後、中国開始将伊的军队要甲撤销。アメリカは中華民国の軍隊に対してもうどんどん減らしていく、もう撤去する。包括伊的战车已经将迄老弱拢取掉。まずその、戦車、タンクのそのロゴを全部塗り消されました。我给你看一个スライド。一つのちょっと図絵を 見せますよ。戦車の動画とは。这个戦車、不是刚看到这几只，所有在中华民国现出是多来的戰車，拢将迄个 logo 拢去掉。ただこの今現在見てるその二三両の戦車になって、台湾島内のすべての戦車は全部そのロゴが塗り消されました。不只是戦車撤掉，軍艦、飛機的迄ロゴ拢撤掉。じゃあ、 あのタンクだけではなく、戦車だけではなく、あの飛行機とそれからあの 軍艦ですね。各位、你来自日本，你捌看到讲一个国家的武器顶管拢无钱啊？多分、今日本からいらっしゃった方々はそういう現象を見たことないでしょう。まああの国の武器にその何ロゴもついてないです。これ本来迄个太平岛啊，中华民国讲要从台湾刷去太平岛。中华民国は、その、ミサイルを太平島へ太平岛って迄个南海。南シナ海へ、中华民国が南シナ海へそのミサイルを向こうへ、移っていくと。美国反对。アメリカが反対、アメリカに反対されました。因为你俩将飞弹刷去太平洋，按上面没有 logo， 安尼会变成恐怖组织。じゃあ、もしね、その中華民国がそのミサイルを太平島へ、持っていけば、ロゴがついてないと、それはあの一つのテロの。